コベナントに行くために来たんだろ。違うなら立ち去れ。武装した奴がうろうろしている。神経に良くない。この場所がそう呼ばれているからか。そうだ、我々は優秀な人材だ。道にある商人なんかのためのピットストップのようなものだ。そこまで大きくはないが、掘り出し物がある。治療ができる医師がいる。レモネードさえもある。まあディーザーがレモネードと呼ぶものだが、小さな罠もある。誰も中に入れさせない。入場テストがある。それを安全テストと呼んでいる。誰もが受けなければならない。面白い考えだ。ここだけの話、どんなテストなんだ。何も言えないと思うが、しかし聞いてくれ。コベナントに入るのは善良な人だけであることを確認したいからなんだ。好ましくない奴はいない。見た目のままの人は誰もいないだろ。ここに来るのは初めてだ。好ましくない奴とはどういう意味だ。知らないのか。なんてことだ。聞け。連邦にいる全員が人間ではないだろ。人造の奴もいる。テストについてはこれ以上何も言わない。ただテストを受けろ。通過して中に入れば全て大丈夫だ。いいか。もちろん。いいだろう。座ったら始める。では始めよう。間違った答えはない。気の触れた科学者が近づいてきて、お前のフォトニックレゾナンスチャンバーに俺のクアンタムハーモナイザーを入れてやるなどと叫んでいる。なんと答える。鉄パイプで殴り倒す。鉄パイプだと。次の質問。研修生として診療所で働いている時に、奇妙な感染症にかかった患者がよろめきながらドアから入ってきた。感染がすごい勢いで広がっているが、医者は当分外出先からは帰ってこない。どうする？感染が広まる前に足を切断する。切断か。次の質問。洞窟で迷子になっている少年を見つけた。彼はお腹が空き疲れていたが、盗品も持っているようにも見えた。どうする？少年のポケットから盗品をすって自分のものにする。その子は運命だということでそのまま置き去りに。とても興味深い。おめでとう。ベースボールチームに加わることになった。どのポジションがいい？ベースボールではなくサッカーをする。確かか。問題ない。次の質問。祖母からお茶に呼ばれたが、驚くべきことに銃を渡され、ある人物を殺すようにと命令された。どうする？ミニガンを要求して任務を全うする。お願いだから質問に真面目に答えろ。いいか。次。ミスター・アバナシーがまた自分の家に鍵をかけて閉じこもった。彼を家から出すように要請された。どうする？チェリーボムを取引で入手しドアを吹き飛ばす。それだけ？他にないのか。待て、答えるな。次。放射能を浴びてしまい、腹からミュータントの手が生えてきた。一番いい治療方法は何？銃を手に入れ自殺する。ほとんどないな。隣人がグロッグナック・ザ・バーバリアンの漫画本第一巻を持っている。お前はそれが欲しい。最適な入手方法は何？隣人の顔に銃を向けて漫画を奪う。ほとんど終わりだ。最後の質問。父親をからかうことにした。誰にも見られずに彼がトイレに入るところを見たお前は？シェーバーの電圧を変える。次に使うときに感電するようにする。以上だ。今まで誰もお前のような答え方をしたやつはいない。でもな、合格だ。ゲートを開けてやる。なんとへようこそ。いい壁だ。キャラバン隊が数日前に来た。ストックトン爺さんのところで働いているやつだ。見たことあるだろう。もう行っただろう。
思い出せない。交通量が多いんだよ。ここはダイヤモンドシティじゃないんだ。5台のキャラバンが通ればそう簡単には忘れない。それで通ってはいけなかった。それよりレモネードでも飲まないか。俺の仕事はレモネードを飲むことじゃない。彼らがここに来た事実を知っているんだ。なぜ無視する。ミスター、手助けしたいけど本当に思い出せない。約束する、全部明らかにするよ。この辺のやつか。そうじゃないと嬉しい。田舎者はもう十分だ。ここの人たちと問題でも抱えてるのか。やつらの愛想笑いと浮かれた会話はイライラする。できるだけ早くここから出るのが一番だ。ストックトンのキャラバンについて何か知ってるか。キャラバン、何の話をしている。ストックトン爺さんと消えたキャラバンを見つける約束をした。キャラバンの残骸が町の外にある。彼らが最後に泊まったのはここだ。話をまとめようとしてるんだが振り出しに戻ってくるんだ。提案がある。ストックトンの奴らを見つけるのを手伝ってくれ。報酬は分ける。あの虐殺の生存者は少なくとも一人いる。契約は守るつもりだ。もし手伝うなら前金が欲しい。お前が本当に手伝うと言うなら今50キャップ出す。これは取引とは別でだ。誰を探してる。一番はストックトンの娘アメリアだ。女だと分かる死体をまだ見つけていないから希望はある。もし彼女を見つけたらストックトンは山ほどのキャップをくれる。フェアだな。乗った。キャラバンで手に入れたものはこれで全部だ。証拠はないが、どういうわけかコベナントが一枚噛んでる。聞き込みを続ける。だが何か見つけたら言ってくれ。キャラバンはコベナントのかなり近くで攻撃された。そうか。死ぬと物はいらなくなる。それを取る。ディーザーのレモネード？聞いたことないな。こんにちは。タリア。あら、話は聞いてるよ。訪問客でしょ。作るのが私の仕事。お店で売るものをね。私はタリア。どうも、初めまして。かなり器用そうだな。お荷物にはなりたくないからね。きっとコベナントを好きになると思う。ここの人はみんな親切で、本当に誰かを助けたいと思ってるよ。いくつか質問に答える時間はあるか。それが役に立つなら、もちろんよ。ストックトンのキャラバンについて何か知っているか。いいえ、ごめんなさい。彼らは一度もここに来たことがない。コベナントは人造人間と何か問題があるのか。人造人間？知らない。テストでは誰も入ってこられないことを確認する。彼らの誰も。約束した。スワンソンはテストは完璧ではないと言った。正直者のダンはかなり怪しい行動をしてる。ダンがあいつらの一味だと思うの？彼はキャラバンについてたくさん質問してきた。ダンは彼がインスティチュートのために働いていること以外は話してくれた。彼にあんたやあんたの友達を傷つけてほしくない。信じられない。なんてこと。彼が生存者とコンパウンドを見つけたら全てが台無しになるかもしれないよ。誰かに言わないと。足がまだ回復としない。ゆっくり。ゲートでスワンソンが手を焼かせなかったんならいいけど、私に言わせるとあいつは自分の仕事を真面目に考えすぎなんだ。ともあれ、ようこそ。ここらではみんなミセス・フィッツジェラルドって呼ぶんだけど、あんたは可愛いからペニーでいいよ。ここではどんな仕事を。何でもやるよ。ただ男手が必要な仕事は男に任せて、責任感を感じさせてあげるようにしてる。ここには買い物へ。
いい値段で売ってあげるよ。少し質問に答える時間はあるか？あなたにとってはね、間違いない。消えたキャラバンについて何か知ってるか？ミスター・ダンと話をしたのね。彼が何について騒いでいるのかは知らないけど、私に言わせれば彼はただ騒ぎを起こそうとしているだけ。確かに彼にはそんなところがある。そうなの、彼はかなりうぬぼれている。ダンは人々を助けているのは自分だと思ってる。連邦を豊かに安全にする方法なんてあいつには絶対わかるはずがない。ああ、彼は中に入れてもらったことを感謝しないといけない。ずかずか歩いて人々に尋問する代わりにね。コンパウンドが彼の大切なキャラバンに何かしたなら理由があるはず。彼のことを好きという以外に他の理由が、うん、ちょっとペラペラと喋りすぎたみたい。私が言ったことは全部忘れて、コンパウンドのことも。もう行かないと。奴らは何かを隠して。ラッド少なめ、マッドフルーツ少なめでも同じ美味しさ。イーザーのレモネードをお試しあれ。行方不明のキャラバンを調査してる。協力してくれないか？行方不明のキャラバンにいいもの何か知ってます？それはディーザーのレモネードですよ。コメナントのベスト飲料に3年連続で選ばれました。レモネードには何が入ってるんだ？ディーザーのレモネードは優しさでできています。日当たりのいい放射能汚染されていない環境で取れた4つの特別な原材料を使用。それを冷えたグラスでどうぞ。ぜひお試しあれ。お気に召さない場合は返金保証制度をご利用ください。もらうよ。どうぞ。また逮捕されたのか？今月はこれで3度目だ。テッドはすぐにこれに乗った方がいい。また別の新顔か。ようこそ。警備がかなり厳重だ。周りに他の道があるかもしれない。やった。バカなコンピューター、叩きのめしてやる。ストロングは腹ペコになる。おい、ダン。キャラバンについて何か分かったか？いないか？彼らは生存者をコンパウンドに連れて行った。では計画を進める。そこでお前と落ち合って自分たちでキャラバンの奴たちを助ける。お前が正しいことをしていると思っているのは知ってる。だから後悔することになるような早まった考えはするなよ。どの早まった考えの話をしてるんだ？お前の次の行き先は侵入者をありがたく思わないかもしれない。あんたとコンパウンドがストックトンのキャラバンに起きたことについて糸を引いてることは知っている。もしも仮にの話、正当な理由なしでは何もしない。それが一番だ。そうだ、この調査をやめたら贈り物をやろう。100キャップ。そうしたら友達としてまたいつでも戻ってきていい。キャラバンを殺したことをどうやって証明できるんだ？強い者は弱い者を殺す、それだけ。そんなに単純じゃない。俺らのコミュニティが好きだったんじゃないのか？他は通り過ぎるのか？お前に頼んでいることはな、俺らを少し信頼してほしいってことだ。もちろん。妥協の余地があるのか？俺はストックトンの生存者をもらう。そして俺たちは友達のままでいる。だがもっと知る必要がある。難しい問題だ、こういう取引は。まあ俺の給料を上回る。こうしよう、コンパウンドにお前が来ることを伝える。そうしたらお前は自分でどうにかする。幸運を祈るよ。うわ！
中。取り出して首に巻いてやる。奴らは何かを隠している。確かだ。どこかに拘束されているはずだ。一体ここで何やってるんだ。まったく。ここはどこ？さあさあさあ、被験者の体調はどう？
少し不安定ですが、せ誰だ一体な。この野郎やめ。一度しか言わない。話しかけられるまで喋らないで。はい、続けて。ベースラインテストの準備は良さそうです。被験者、質問するから最初に思い浮かんだ答えで素早く回答して。激高した科学者がクアンタムハーモナイザーをフォトニックレゾナンスチャンバーにぶち込むぞと叫びながら近づいてくる。どう反応するの？これはあれか、あのセーフテストか。質問に答えて。わからない。科学のことはわからない。無視する。無視するですって？素晴らしい。全員に安全テスト。異常なやつらを黙らせる必要がある。部屋は空だ。お願いだ。子供がいるんだ。子供が。別の治療法がいい？嫌だ。それではもう一度。おめでとう。ベースボールチームに入れることになった。どのポジションがいい？それはもう言った。キャッチャー。もう一度聞く。どのポジション？キャッチャー。キャッチャーがいい。なぜ？わからない。ヘルメットが面白い形だから。子供の頃に写真で見たことがある。人造人間なのにベースボールのルールを知ってるの？いや、お願いだシンスちゃん。お願いだから。質問に答えて。その他のことは喋らないで。おめでとう。ベースボールチームに受かった。どのポジションがいい？キャッチャー。他の牢屋が持ったはず。被験者12は迷いなく答えてるわ。解剖すれば理由がはっきりするかと。クエスチョン3の進み具合は？全然。心電図には異常ないわ。どう答えるか分かりきってるし。今までに少しずつ集めたデータが無効になるんだけど。次、クエスチョン4。このデータは素晴らしい。なんでベースボールが一番相関度が高いの？クエスチョン8よりも高い。この方法は完璧だったわ。被験者12のベースボールと子供時代に関する答えは特に興味深い。ここを見て。あとここも。どういうこと？インスティチュートではベースボールをやるの？それともプログラミングに何か欠陥でも？詳しく調査するには他の欠陥も見つけないと。被験者12にはもう最終工程以外のことは何もできないわ。最終な。お願い、傷つけないで。あんたに何が起きたんだ？男たち、私を引きずって行ったの。いつも注射に質問、苦痛、バカでくだらない質問を何度も何度も。アメリア、ストックトンよ。人造人間じゃない。わかった。
私の父スタックトン、彼が報酬を払うわ。私を出して、お願いよ。いや、ではどうぞ。あなたがストックトンの娘だと思われる子供を探そうとしたせいで、私のライフワークは破滅寸前。彼女はほとんど人造人間みたいだって知ってる？あなたが殺し屋以上のものだったら、取り返しのつかないことになる前に止められるかもしれない。ストックトンの娘は人造人間なのか？他にどんな理由で私たちが彼女のキャラバンを襲ったと思う？テストの後の初期診断は 70% 以上信用できる。解剖してみないと確かなことはわからない。続けて。あなたが小さい子供だった時に、目の前で家族が人造人間にやられたらどうする？考えを変えて受け入れてくれるの？それとも力ずくでどうにかするつもり？あんたに何が起きたんだ？ずっと昔にダイヤモンドシティで私の家族と他の8人が何者かに虐殺された。この凶暴な奴らを最初は人間だと思ってた。でもその日、それはインスティチュートの新製品のことだと知った。人造人間よ。インスティチュートが私たちに紛れて歩いている限り、警告なしに襲って影から私たちをコントロールする。私は隠れた人造人間を検出するテストを発明するために人生を捧げた。奴らを根絶するために。奴らは消滅してもいい、戦う価値のある目標じゃない？インスティチュートに責任があるということを誰が本当に知ってるんだ？それに彼らはどうやって私たちに秘密にできるのかしら。すでに開発されている医療テストでは、生きた人造人間と人間を区別することはできない。でも心理学では違いを検出できる。安全テストの出番。テストはまだ初期段階だけど、犠牲と忍耐で成功率は上がっている。安全テストはうまくいくのか？ええ、解剖で前よりも正確になっていることが分かってる。人造人間から答えを誘発する質問がいくつかある。でも引き金となるものの定義が難しい。誤差の確率は確かに高い。人造人間ごとに4か5の誤判定がある。でも誤判定がいつか1か2になることを願ってる。でもあんたのやり方は野蛮だ、拷問だ。安全テストを改良するためには、テスト被験者に強烈な心理的プレッシャーを与える必要がある。不快だけど必要なの。コベナントには多くのことがある。インスティチュートの強行の後に傷ついた人々の避難所が残った。安全と治療のための場所。でも最も重要なのは、それがこのパラノイアの時代を終わらせるための一つのチャンスだということ。あなたと取引をする。ストックトンの人造人間を連れてきて、仕事を続けることができたら、あなたが望むどんな報酬でもあげる。この契約にはうんざりしてたんだ。取引はなしだ。私にとっては幸運ね。あなたに話していたんじゃないわ。こいつに味方するなら深刻で致命的な問題になる。女の子を殺すな。容赦してやれ。他のやつにしろ。ストロングたち強いからそうしろ。無理よ。彼女はインスティチュートからの潜入者の可能性が高すぎる。いくら彼女がこの戦争の犠牲者だからって、見逃すことは全てに妥協することになる。すまない。それは受けられない取引だ。だったら私を殺すだけ。この場所はストロングを混乱させる。機械が弱すぎる。ビクターの戦利品だ。ありがたい。自由だわ。ここにはもう二度と戻ってこないわ。おい、ダン。それでストックトンは娘を手に入れて、俺らは報酬をもらう。
悪くない日だ。あんたとはいい仕事ができた。こちらこそ。お前が味方でよかった。これが報酬の半分だ。俺はストックトンからもう半分をもらう。嬉しい限りだ。俺は取り分以上の仕事をした。それが分け前に反映されるべきだ。ある意味当たっている。64でどうだ。60、40だと90、10にしろ。91だと冗談か。俺も同様に命を危険にさらした。73がギリギリの線だ。俺なしではあんたは死んでた。その分も全部要求してもいいはずだ。いいだろう。91にしてやる。もし残りの 10% を欲しいなら戦闘の準備をした方がいい。